こんにちは。1954引っ越し。ああ、そうか。1954。なんかどっかのコマーシャルみたいな。うん。うん、なんかキャッチーやろ。うん、そうキャッチー。1954。そや。1954。はい、ね、というわけで、はい、引っ越しを前に我々盛り上がっております。引っ越しやな、うん、ね、いよいよ引っ越し、泣いても笑っても引っ越し。引っ越しと言いましても別に遠いとこ行くわけじゃなくて ね、あの3駅向こう行くだけやけど、ね、うん、3駅やったかな、もうちょっとあったような気がする。4駅か、5ぐらいないか、うん、じゃあ前は行こうと思ったら歩いて行けるぐらいの距離やねんけどね。そうやな、ちょっと頑張り歩いて行けるな。まあ、近い引っ越しだけど、まあ、でも引っ越しには違いないですね。ない、ない、うん、まあ、遠くへ行ってみようかななんていう、そういうねことも話したことありましたけども、ありましたけれど、ね、やっぱり遠く行ってしまうとね、うん、あの瀬戸さんなんかもね、みんな ね、 ね、会えなくなっちゃうもんね、寂しいもんね。そうですね、日和ってしまいました。日和りました、日和りました。というわけで、結構近いところで引っ越したいところ、ね、ね、うん、はい、雨のです、心斎橋から雨の絵、みんなよろしくね。そうですね、心斎橋から雨の絵というと、ちょっと、まあ、あの大阪以外の人はあんま分からへんかもしれへんけどね、うん、雨のハルカス、そう、あ、そうそうそう、雨のハルカス言ったらみんなは知ってるかもしれない ね、うん、雨のハルカスの、あの麓へ行きます。まあ、まあ、雨のハルカスのテーマソング作ったらなんかいいことあるかもしれんぞ。雨のハルカスか、なんか作る、ちょっと待って、アベノハルカス。アベノ、まあ、やめとこ、やめとこ、まあ、いいや、うん、あ、そのアベノハルカスの近くにね、ね、行きますね。もう家からアベノハルカス、ね、そう、結構ね、古い家でね、築80年の古民家でございますのよ、うん、そうですね。昭和7年ですね、うん、昭和7年。こいつな、怖がってな、2階に登れへんねん、一人で。まだほとんどね、なんか家具とかもね、ちょっとしか入れてなくてね、ちょっとまあガラーンとはしてるから、うん、でも昔の家っていうのは、あの、まあ、確かにちょっとね、あの家的にはちょっとあの 傾くっちゅうよりも、まあ、傾いてるな、家具をな、うん、置くやんか、うんうん、そしたらな、なんか柱と家具が斜めやねん。そうそう、それそれ、うん、まあ、それは僕が子供の時に住んでたおばあちゃんの家なんかでもね、そういうのあったけど、ね、そうな、うん、懐かしいけどね、うんうん、台所もな、うん、なんか壁が膨らんでんねん。違う怖さがあるよな。そうやな、うん、2階に登れんとか言っとる場合じゃ危ね。まあね、うん、あ、でもね、あの玄関にアジサイとか咲いてて綺麗なんですよ。そうだね、玄関の前にね、綺麗かどうか知らんけどな、あのアジサイが咲いてますね、今つぼみですよ、うん、この季節そのアジサイはいいですね。ね、アジサイはみんなが知っている有名な花でございます。あ、その通りですね。こいつにな、まあ、前あの歩いとったらな、うん、道端にな、マーガレットが咲いとって。マーガレット、うん、うん。で、こいつにな、うん、この花なんて言うか知っとるかって聞いたらな、はい、今は思い浮かばんけど知っとるよ、これなんか有名な花やろうとか言うから。有名な花って。びっくりするわ。有名な花やね。まあでも、あの、よく、よく見ますね。そういう言い方すんのかな。というわけで、このね、不思議ちゃんのね、もう今日は久しぶりに本編でございます。本編、あ、今日は何かええお話ししろ。もうこの前のね、三四郎さんのお話強烈やったからな。要はこのキーボードがあのどういうキーボードやねんって。あ、これね、質問が来たな。これなんでしょう、こんなカラフルなキモいキーボード。これ実はね、あの普通のグルーフ、普通 の、 あのキーボードなんですよ、ね、趣味で貼っとんか。趣味で貼ってるわけないわ。趣味でこのまま貼ってないです、うん。いや、なんかカラフルな方が好きなんかな、うん、これはあのある、あの音楽、ミュージックソフトですね、うん、あの作曲するためのツールですけども、うん、そういうミュージックソフトがあるんですけどもね、うん、それを操作するためのいろいろコマンドがこの色分けしてちょっと近寄ってみましょうですね。例えばこれ早、なんだろう、これ次のこう早送りとかね、これはズームですとかね、うん、あのなんだっけ、これはあのなんだっけ、あの位置を動かすとかね、うん、矢印上とかね、それから、これでなんだろう、スタート
とかね、ストップとかいろいろあるんですよね。で、音楽ソフトやからね、早送りとかね、それからちょい前に進むとかね、ちょっと後ろとかね、そういう、ものが全部書いてあるわけですね。なるほど、それでこんなキモいキーボードの出来上がりよ。そうそうそう、でもこれよくできてるよね。あの色分けでこういろいろとコマンドがこう決まってるわけですけどね。なるほどね。まあ某ソフトウェアですけども。某ソフトウェアね。はい、でそれでですね、あのこの上にこういうシールがそのソフトの中に一緒にね、おまけで入ってまして。そうそう、でここにキーボードがあるってことはディスプレイこれや。そうですね、ディスプレイですね。そこディスプレイで、うんうん、でやっぱり最近ですからもうあのいろいろとあのコンピューターを使ってですね、うん、あの音楽を作曲したり編曲したりすることもありますね、うん、まあでもまあこの間言ってたことと矛盾しますけどね、音楽は神と演出できるんじゃないってね三四郎さんと言ってましたけど、ね、確かにあのやっぱりこうやってね、あの鉛筆で書いた方が早い時もあるよね、ほら、うんうんうん、ね、まあこれはコードネームですけどもね、あの譜面をね鉛筆で書くこともあるし、こうやって、あれですね、もう、譜面で打ち出すこともできますね。団子さん兄弟とかね、ちょっとあの面白い半分でアレンジしましたけども、うん、こんなんとかね。でもやっぱり一番早いのは譜面をこう言ってこう書いちゃうということですね、うん、この鉛筆でね。うん、なるほどな、まあ、それが一番早いんじゃなかろうかというような話を。とてもピアノにある装備とは思えませんな。そうですね、うん、あの昔と違ってね、昔はピアノと鉛筆一本と紙があれば何もかんでもそれでいいってわけ、ね、実はこのピアノね、うん、あれやね、うん、電子ピアノやねんな。そうですね、うん、あのこれは電子ピアノですね、ヤマハの N1 と言いましてね、うんうん、結構これ音いいよね、うん、ちょっとあのグランドピアノのあれが入ってんねんな。そうそう、グランドピアノのアクションが入ってますね、うん、ですごく、弾きやすいというよりもなんかピアノにすごいあの限りなくタッチが近い、うん、ね、というわけで、まあ、タッチは近い、うん、本物のピアノと感じがするぐらいね、音もいいよね、うん、まあ、というわけでこれを使ってあの作曲したりね、やってますけど、うん、はい、はい、というそしてね、ピアノの向こうではあれ機械あるやろ、あれヨーグルト作ってんねんで今あの機械すごくてな、ヨーグルトもできるし納豆もできるしな、うん、そうやな、うん、発芽玄米も作っとるな、なんとピアノの横にヨーグルト製造機を置いてありますけど、うん、もうなんか気もいいやろたまらんわ、はい、引っ越ししよう、引っ越し、一気九五四一引っ越し、イエイ、1954引っ越し、引っ越し、今度の電話番号も1954やとええな、引っ越しやな、ね、この電話番号変わってへんね、あ、変わる、変わる、電話番号も変わるんですよ、そうですね、なんかね、あのなんか同じ市内やのに、なんかね、うん、なんか管轄が違うとか言って変えられんねんな。そう、何々区、何々区、中央区とかね。ね。なんだっけ、なんとか区っていろいろありますね。バーカバーカ、サイヤがってバーカバーカ。そういうわけで、あの、変わっちゃうんですね、電話番号ね。まあ、そろそろ本編に行きましょう。ごめんね、みんな。久しぶりやから、もう楽しくってね、おひひひ。久しぶりですね。はい、久しぶり。うん、ちゅうわけで今日は、あの、ね、こういう曲も弾いてみようかなってことでね。なんかね、リクエスト来てますのよ。こういう曲ね。うん。なんて曲ですか。というわけで、これ、You don't know what love is ね。うん、ね。You don't know what love is。そう。バラードでね、渋いね、これ。バラードの良さは分からへん。あんまし分からへん。でも、ミスティよりは好きやな、これ。ちょっとかっこいいやろ。うん。ちょっとブルージーに弾けるね。おー。このブルージー要素好きね。ならいぬー。サビ。ここはかっこいいね。気持ちいいな、うん、サビね、サビってのはこのブリッジっていうかね、ブリッジ、
僕はこの曲からなんかすごい70年代を思い出すね。なんで？わかんないけど、なんかあの時代は暗かったんか。いや、暗いというよりもなんかわかんない、イメージがなんか暗かったりするんか。ちょっぷりブルージーでな、なんて意味や、まあ、あんた愛について分かってないわみたいなじゃないかな。説教されたのか、この歌説教の歌か。あ、知らん、喧嘩売っとるか。なんか知らんけど、そういう、そういうね、曲ですね。もうね、お前気持ちよさそうに弾くな。うん、よろしくね。ねえ、お前にロマンスピアニストの称号を捧げる。もう今日からジャズピアニスト廃業や。何ですかそれ。お前ロマンスピアニストや。ロマンスピアニスト。何それ、ちょっと説明して。ロマンスピアニスト、僕が、ロマンスピアニスト、ロマンスピアニストって名乗れ。ロマンスピアニストですか。ジャズピアニストでもなく、ロックピアニストでもなく、ポピュラーピアニストでもなく、ロマンスピアニスト。キモいから。夢のある名前やね。キモいけどな。いや、キモいって意味や。キモいって意味か。気持ち、あ、キモいって気持ち悪いね。ロマンスピアニストと名乗れ。ロマンスピアニスト。わかりました。皆さん今度からね、こいつ読ん見たらな、ロマンスピアニストって呼んだれ。You don't know what love is です。いいですね、皆さん。キモ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 キ、やれやれ、もっとやれ。ピアニストとか言われて乗るところがキモいよな。住所変わるやんか。住所変わるね。ということはよ、はい、新しい名刺を作らねばならん。お、せや、新しい名刺作らなかんな。うん、新しい名刺を作るのにな、ロマンスピアニストって書こうぜ。
もうすっごいキモいのを作んねん。ジャズピアニストでもなければ、はあ、ポップスラーピアニストでもなければ、はあ、でもアスピアニスト夢のあるピアニストってことか、はあ、いやキモいピアニストということで、キモいピアニスト、あキモいピアニストね、はあうん、キモいかもしれんな、かわいそう、なんかかわいそうじゃあ今日はちょっとリクエストありまして You don't know what love is ですね、説教ソングと覚えましょう。説教ソング、いやそれは知らんけども、まあ、お前は愛について分かってない、うんまあ、そうあれなんかそんな漫画のセリフあったな、お前は愛を知らないとかね、まあ、そういうのはよくありますね。あもうなんかムカつくな、ムカつくか、そう、あ、うん、まあなんかマスカブリはなんか言っておりますけども、はいね、じゃあパンちゃん今日はこんな感じにしてみましょうか。なんせ過去が暗いもんでね、なんせ過去が暗いもんでこういう言葉には敏感よそうなんや、うん、面白いな、手を後ろにやる、首の後ろにやるのが面白い、はい、いろんな動きできるわけじゃね、君ね、うん、最近、うんね、やっぱ成長もします、成長したよね、うん、生まれて1年以上経つとね、さすがにいろんなことができるようになりますよ。君ね、なんかカメラに近い関係でなんか顔がでかく見えるんだって、顔がでかく、うん、俺と同じぐらいに、僕の顔と一緒ぐらいにね、うん、映ってるから時代に逆行する大顔でございます、うん、あ、そうやな、なんか誰かが中に入ってるんですかとかね、ぬいぐるみで、ね、入ってたらええな、入ってたらすごいな、うん、こいつは あれですよ、ただの指人形ですからね。そうです、親指人形ですよ。パペこれがね、これがね、親指でね、これがね、小指ですよじゃあ今日はこんな感じで終わりましょうか。じゃあね、はい、また見てください。今日はね、なんかあのちょっと小難しい曲だけど面白かったね、キモかったね、キモければキモいほど面白いのが不思議な世界でございます。というわけでね、なんかあのヒットして盛り上がってもおりますし、これ